すまねえな兄弟、突然。国家権力じゃ肩着の成りした悪党をあぶり出すことはできん。人間模様がくっきり現れて神農会の血がごっそり入れ替わる。あるまじき奴と杯交わしてんだろう。神農会が神農会であるための変化ってことか。問題があった場合協議して解決するって書いてありますよ。うちの親父と並んで日本の頂点に立ってもらうのはあげまへんのや。集団ってのは生き物と同じだ。松田のおじさんもそれを見越しての決断だったんじゃないのか。